岩崎っておい、というかさ、あのゼフ長だったらさ、セットアッパーを使わないとかできねえの、バカコンピューターが。なあ、いちいち俺がやらないといけないの。あ、岩崎くんゼフ長だね。あ、じゃあセットアッパーから外そうかなっていちいちやらないかんのか。おい、コナミやってるだろう、ちゃんとこっちは。オーダー思考設定って、オーダー思考じゃねえわ、チーム方針設定でさ、調子重視ってしてるだろう。なあ、セットアッパー揺らがんのか。なあ、どういうことなん。振るなよボール球。インコース詰まりました。あのさ、遠くに飛ばそうとするな、バカ。お前だけのチームじゃねえんだよ。なんか昔から V ね、清宮くんいつもありがとねって言われてたのか知らないけど、プロなめんなよ、長打打ってやろうって。そういうことじゃないだろう。見てみろお前清宮、このバッティングを。長打打つ気がない。それでいいんだよ。なんか長打打とうとして、なんかわけわからんフライあげるぐらいだったらこっちでいいよ。もうオースティンが嫌われてる本当に。いいんじゃない、オースティン。もうこれで打たなかったらマジでコナミが嫌ってる。おーおい、はいはい、悪いことしましたか、うちのオースティン。本当にマジでオースティンはかわいそう。本当に問い合わせよ、本当に。明日問い合わせよ、これは。打たない理由がわからない、本当に。試合前にさ、オースティンがつぶらな瞳でさ、監督僕は打とうとしてるのに、謎の力のせいで、なぜかバットの振りが遅れちゃうんですって。涙ながらに訴えたオースティン。そんなオースティンの姿見て、俺は何も声かけられなかった。何も言えなかった自分に悔しかった。腹が立った。